例えば今 YouTube でね、はい、レベルが流行ってたりだとか縦振りが流行ってたりだとか、どっちが正しいとか、タイプ分離ではなくて、もう本当高木さんっていう体と感覚を一回ちょっとこうデータ化しちゃって、そのフィーリングの部分っていうのもある程度こう整理できるので、うん、じゃあ、今日はですね、ちょっとバッティングの指導をしてもらおうと思って、ここはなんていうとこなんでしょうかね、まあ、来ましたけどもまずねちょっとご紹介します。木村さんです。木村です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どういう場所なんですか、ここは。ここはですね、 MTX アカデミー、はいはい、っていうところで、もう本当ちっちゃい子は小学校上がる前の子たちから、はい、木材球プレイヤーまで、もう本当にたくさんの方が通っていただける。だからそのバッティングの指導だとか、はい、体の解析とか、はい、どういう打ち方が合ってるとか、はい、まあ、そういうことを見つけ出して、はい、正しい道に進ませるという、そうです、ところですよね、はい、でそこの部分でいくと、もうプロフェッショナルの方から、はい、まあ、代表的なのが近本選手、阪神の、はいはい、でロッテの荻野選手、はいはい、ちょっと小柄な人が多いですか。そうですね、近本選手は学生の時からのご縁だったんですけど、ズレを修正していくということで、まあ、サポートさせていただいてます。どういうところからそういう野球やられてたんですか。僕も一応野球、はい、どこいつまでやったんですか。大学までやって、大学までやって、はい、それでこういう道に進んだんですよね。そうなんです。バッティングがどう、はい、どう、はい、どうとか、はい、体の使い方がどうとか。そうですね、大学の慶応大学で野球をやらせていただいてまして。かっこいいですね、はい、いや、ありがとうございます。でそこから普通に、まあ、金融機関に勤めたんですけど、はい、やっぱりちょっとスポーツやりたいなと思いまして、僕はどっちかというと体の使い方っていうところに非常に興味があったので、はい、この部分に対してやっぱ専門性というものをこう伸ばしていきたいなという感じで、気がついたらもう19年目ですかね。これ体の使い方っていうのは疑問に思うところって結構あるんですよ、はい。でも我々がやってる時代って体の使い方も運も寸もなく、こう打てあう手だったでしょ、はい、どういう疑問を最初に持ったんですか。まあ、僕自身も中学校2年生ぐらいまで遡るんですけど、王さんみたいなホームラン打ちたいなと思って、こういう放物線を描くみたいなところが、僕が教わってたのっていうのは、ここに自転車のチューブをこうくくりつけてですねはい、はい、でそこからもう耳からバット離すなという感じで、はいはい、こういう練習をしてました、はいはい、でこれはずっとやってても、レフトを越えるような打球ってつながんないよな、うん、どうしたらいいかなっていうので、実は僕は父親に話を振ってみました。で父親は全然野球とかやってなかったんですけど、そしたら野球のなんか専門書みたいなやつを5、6冊ぐらいなんかドーンと持ってきてくれて、それをなんかこう読み漁ったところから、気がついたら今この仕事をしてたみたいな感じだったです、はい。まあ、人それぞれやっぱ違うわけですよね。いや、そうなんです。で昔って、はい、まあ、もう一緒くたにして教えられたじゃないですか。あ、大きい人も小さい人も、もうとにかくこう上から打てとか、あ、まあ、そういうことだったんですよね、はいはい、やっぱり人それぞれ違うわけでしょ。やっぱり体の使い方だとか違うというところに、やっぱりこの仕事について余計にそれを感じることがあって、もうそれで悶々とした時代もありました、うん、どうやって関わっていったらいいか、もう本当に分かんないみたいなスタートは。それ大まかに分けて何が違うんですか。まあ、例えば今 YouTube でね、はい、レベルが流行ってたりだとか縦振りが流行ってたりだとかいろいろするじゃないですか。それはどうなんですか。どっちが正しいとかどっちがいいとかそういうことじゃなくて、その持ってる体に対して何が合うかっていうことですか。そうです。一言で言うと感覚、感性、ここに違いがあって、例えばカレーライスとか、はい、ラーメンとかあるじゃないですか、はいはい、武井さんカレーっていうともう辛口とか甘口とか中辛とか、はい、好みありますか。辛口です。あ、辛口ですか、はい。僕はちょっと辛口まで行っちゃうと、ちょっともう口が痛くて食べれないみたいな、はい、この違いってなんだっていうところなんですね、はいはい、これは認知っていうその言葉を聞いて頭からこう反応してくるその考え方みたいな感じですよね、うん、緊張をすごくした時に、はいはい、武さんはこの緊張というこの生理的な反応に対してどういうふうにアプローチされて、いつも緊張を紛らわしてましたか。精神的にはなんとかなるって、はい、あ、まあ、すぐ終わるって、はいはい、まあ、すぐ終わるって感じですか。すぐ終わるっていう感じですよね。
動作で言えば深呼吸ですか、はい、ああ呼吸で紛れますか、はいはい、でこれを例えば音楽聴いたりとか、うん、ある人は他の人と余計な、まあ、全然関係ないとこ喋ったりとかして緊張紛らわすみたいな感じで、はいはい、行動の違いがあるっていう、で、うん、感覚と認知と行動っていう、もうそもそもここの部分で、うん、もう脳的にの同じのはないっていうところを、うん、脳科学でちょっとそういうことを学ぶ機会があって、うん、僕はどっちかっていうとどうやって学習していくかっていう、どうやってパフォーマンスを学んでいくかっていうところをちょっとこう研究していったっていうのが、うん、あの後半の10年ぐらいがあったんですね、うん、でそうすると体のこの反応ですよね、うん、こう反射反応、例えばこうなんかボール来た時に危ないって言って、うん、左に避ける人もいれば右に避ける人もいれば、うん、飛び越える人もいればっていう感じで、この反応反射の違いがあるっていうところに気がついて、うん、でそれが実は体の関節一個一個に固有核っていうあの体の反応を見るところがあって、うん、でそれが例えばこの手がここまでいける人とここまでの人、まあ、角度があるわけですね。それでやっていくといろんな選手のちょっとこうモノマネができちゃったみたいな、うん、あこれはちょっと面白いなっていうところと、まあ、例えばモノマネができるっていうのは、はい、まあ、あんまプロではない選手が近藤選手みたいな体をこう調べて可動域しかないと、はいになったとしたら、それは再現できるということですか。例えば近藤選手と同じような体の使い方のフィーリングを持ってたら、うん、近藤選手みたいなバッティングできるんですけど、できるということですか。ということはなかなかなくって、あないんだ。もう計算していったらもう何億通りどころか何兆通りぐらいの体の使い方があるっていうことが、まあ、計算で一応出てきちゃったんですよ。いやこれはじゃあなんか正しいバッティングの方法っていうものを見つけていくっていうのも僕はもうあのずっとこうやり続けてきたんですけど、うん、それに合わせてその人に合う体の使い方にこうどうやって合わせていくかっていう、うん、このトレーニングの仕方っていう、これねフォースタンス理論ってあるじゃないですか、はい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 、あれに近いんですか。考え方は似てるんですけど、だから4つのタイプですよね、はい、フォースタンス理論って。こうタイプ分離ではなくて、もう本当高木さんっていうこの体と感覚を一回ちょっとこうデータ化しちゃって、はい、でこれだと高木さんこの振り方どうですかねっていうような感じで、うん、ああフィーリング合うみたいな感じで合わせていくっていうことを繰り返していくっていう。それはどのぐらいで見つかるもんなんですか。あこれは一応これ永遠に見つからないということはないでしょやっぱデータでもうそのデータを取らせていただくっていう部分でいくと、まあ、30分ぐらいまずはそんなもんだ、はい、取らせていただいて、あとは高木さんのそのバッティングにどうやってこう合わせていった時に、まあ、今のこのバッティングのこの使い方の、まあ、科学的に分かった部分とか、うん、あとはこうバットを縦に入れたらいいとか、こう上に押さえ込んでった方がいいとかっていうそのフィーリングの部分っていうのもある程度こう整理できるので、まあ、この方にとってはこういうアプローチの仕方をしていくといいんじゃないかという。でそれをまたプロ野球選手の場合は実際に持っていった時にもう全然違う反応として出てきたりするんですよ。でそれをまた映像とあのその人のフィーリングというものでコーチングしていきながら、ご自身で自分の打ち方っていうものをこう見つけていく。これ例えばピッチャーが、はい、オーバースロー真上から投げてる人がいて、はいはいはい、いやでも、はい、ちょっとサイドの方が、はいはい、絶対腕の振りは速いよっていう人もいるわけでしょ。ありますあります。バッティングだけではなくて、はい、もう何に対しても応用効くということですよね、はい、変な話バッティングとかピッチングだけじゃなくて、はい、他のスポーツ例えばバスケットボールとか、はいはい、足を骨折しちゃってからスリーポイントの感覚がもう全然抜けちゃったっていうところから、うん、どういうふうなリハビリをしていってどういうふうなアプローチをしていくとその感覚が戻るかっていうところもできたりします。あとは格闘技、格闘技、格闘技もその方にとって一番立ちやすいところ、あとは対戦相手で絶対ここに立っちゃダメっていうところがこうやってあって、でそういうのを分析していって戦いに臨んでいくっていうこともやったりします、うん、はい、すごいな、まあ、とりあえずバッティングが興味ありますよ、はいはい、いや僕も高木さんのバッティングはもうたくさん教えていただきたいことがあって、いや僕でよかったらいいんですけど、はい、最近はですね、はい、非常にこういろんなものが数値化されることによって、はい、筋肉の強さ強度っていうものって、はい、これも大切だと思うんですけど、はい、もうちょっとこの僕は高木さんのこの現役時代のバッティングとか見てたこう柔らかさとか、はい、バットの使い方のこのしないとか、はい、あとはそもそももう599打席とかそういう半端じゃない打席数を
やるわけじゃないですか、で 週6、あの試合があって、ナイターで次の日デーゲームなんて言ったら、もう朝起きたらもうバッターボックス立ってるみたいな状況もあると思うんですけど、そういうもう疲労が抜けない中でどうやってパフォーマンスをこう保ち続けたのかっていう、でそれでいくとその力の使い方で、あの高木さんがこういう感じ大事だなみたいなやつをこう掴まれたことって何かあるかなと思いまして。大事なこと、はい、でもプロのピッチャーってどっちかに来るわけですよ、外か内か、はい、そしたら外か内か待っときゃ必ず来るんで、だそれを的確に打つかどうかですよね、簡単に言えばだからインサイドだとグリップの抜け方をどこに持っていけば芯がここを通るっていうことじゃないですか。だからもう構えてインサイド狙うときなんかはグリップの位置だけ気にしましたよ、ね、あで流すときっていうのは外っていうのはもう外引っ張ることはあんまりなかったんで、待っててポイントだけですよね、引きつどこまで引きつけてバットを落とすかっていう、だからこの打つというよりも外のボールは落とすっていう感じだったんですよ、ね、あそれをバッティング試合前のバッティング練習で、はい、こう毎日確認されたことってありますか、例えばスローボールを打つとか。あ僕は、はい、今日、まあ、例えば速いピッチャーが来るって言ったら、はい、このティーを上げてもらうボールの一番上、速いところここを打つようにしてます。でやっぱり変化球が多いっていうのはそこを通り過ぎて落ち際を打ちます、ティーバッティングでは。そういうのでこう体に染み込ませていったっていうか。高木さん右投げで左打ちにされたっていうのはもう、はい、もう僕ね、はい、自然なんですよ、王さんが好きで、だから打つのは左しかないと思ってたんで、だから作られた左じゃないんですよ、もともとの左というか、あのバットのこの握る例えば強度だったりとか、はいはい、こう振る時のこう力の使うパーセンテージ 100% バーンと思いっきり体を使うか、はい、もうちょっとこう抜きながらトスバッティングぐらいの感覚なのかとか、まあ、意識したのはこの3本の指でバットを握っといて、捉える瞬間に左手は握るという感覚はありましたね。そういうのを打ち込みの中で掴んでいったっていう感じ、まあそうですね。例えば今みたいなあのこの3本の指でとか、あの左をこう落としていくかとか、そういうのがデータを取ると、はい、あ、なるほどですねっていうのが分かってきます。出てくるの？出てきます。ああそうなんだ、はいはい、はい、そしたら、まあ、もうちょっとこうした方がいいよとか、はい、そういうこともできるわけですよね。そうです、そうです。そしたらこのデータに基づいたとしたら、はい、完璧な人って4割打てることは可能なんですか？4割もそこにチャレンジしていきたいな。いやでも高木さんも本当に現役14年間通算の打率2割9分7厘、はい、ヒットの本数が1700本、はい、これをずっとこう毎年続けられるっていうのはとんでもない人。いやいや、もう毎日数字に追われてましたよ。でもとんでもないと。いやいや、まあでも最近ね、3割バッターが少なくなって、はい、昔は、はい、まあ多い時で 14、5人いたんですよ。これ下がってる原因ってやっぱピッチャーの成長どうですか、はい、それともこれはもうぜひ僕も高木さんにこれ伺いたかったんです、はい、今は確かにピッチャー速いボール速いんですけど、スピード感の性能は上がってるっていうところもまあありますよね。どうなんですかね。まあまああると思います、多少はね。でも明らかに速いと思いますよ、昔よりは。その中でも例えばあのジャイアンツ の, あのいた伝説のピッチャーの方たちと武井さんも対戦されてたじゃないですか、うん、はい、でもそれこそ斉藤正樹さんとか、はい、桑田さんとか、もうああいう方たちと戦いながらこう3割をこう残せていけたっていうのはこれなんでなんですかね。まあでも迷いがなかったですよね、そのここを振るということに関して。今はなんか縦振りがいいのかレベルがいいのかっていう、すごく情報型になってて、何が正しいのかっていうのを今見つけてるような状態かなって思うんですよ。なるほど。で近藤はもう一つの形を持ってるんで、あのまま進めば、まあ、3割を打てると、あのバッティングであの率かって思うんですよ。やっぱりピッチャーも確かに速くはなってるし、精度は良くなってるし、ただ速い分だけコントロールはアバウトになってるっていうところはあるにしても、
でもやっぱ力っていうのはね、なかなかやっぱバッターで一番反応が効きにくいのが速いボールでしょう、やっぱり。そんなことないですか、データ的に見ると。いや、そんなことあります。ありますよね。あります。いや、だから縦振りのおかげでフォークを打つコツっていうのはみんな習得してるんですけど、そういうこうどっちに行けばいいかっていうなんか迷いがあるのかなっていうような気がしてならないですよね。迷いをまずはなくすってことはやっぱ大事なんですね。まあ、そうですね。そういった意味では、まあ、そうですね、はい、いや、もう本当そういった意味でいくと今サポートしていく、技術がこういろいろ海外からも入ってきますし、はい、機材とかもあの進化してますし、まあ、いろんなあのやり方があるんですけど、僕が専門としているのはその迷いなく自分の体をもうフルに使って、うん、この自分の持ってる資源をどうやって最大化するかっていうところでなんとなくサポートさせていただいているような気がします、うん、あのですね、はい、今そのプロ野球の中でも、はい、やっぱこう YouTube を見たりだとか、はい、まあまあ、こういう施設に来たりだとか、はいはい、コーチの言うこと聞かなくなってるんですよ。あ、まだコーチも教えられないんですよ、はいはい、これに関してどう思いますか。いや、僕あの勉強してないと思いますよ。いや、実はあのプロのコーチの方もあのいらっしゃって、教え方といいますか伝え方っていうものをあのいろいろこうディスカッションさせていただくっていうコーチの方もたくさんいますか。いらっしゃいます。あ、そうですか、はい、いや、まあ、それだったらいいですけどね、はい、いやいや、なんかこう外の人たちっていうのはすごく専門的に考えられて、はいはい、中にいる人たちっていうのは、はい、あの感覚感性で、はいはい、なんとなく教えてるという、はい、自分がやってきた、はいはいはい、で今からの子供たちって、はい、やっぱ数値化されないと信用しないというか、はい、まあ、そういうところが指導の中であって、だから、あ、まあ、来てるんだったら安心しましたわ。いや、ダルビッシュが言うんですよ、もうちょっと現場のコーチも勉強しろと、だいぶ遅れてると。いや、だから僕も慌てて動き出してるんですけど、はい、やっぱりあの、ね、何が正しいのかっていうのはなかなか見つけ出すことっていうのは難しいと思いますけど、はい、まあ、やっぱその人に合った正しい道っていうのがあればそれはちょっとやってみたいですよね。そうですね、うん、でも来て、はいはい、あ、こいつダメだなっていう性格のやつもいるでしょ。いや、正直にそう思いません？あの性格というか、あの要は調理しきれない、うん、いろんなものを集めるのはいいんですけど、自分の中にこう落とし込むことがこうできないっていう方たちはやっぱいらっしゃいます。いますよね。そういうやつはどうするんですか？そこからあのやってきますね。あのもう本当に完成、もうね、ダメなもんはダメで切った方がいいですよ。伸びるやつって意欲が違いますよ。意識が高いですよ。わら掴んでんのか何掴んでんのか分かんないようなやつっているじゃないですか。まあ、そういった意味でいくと、例えばこういう施設にいらっしゃる方っていうのはどうにもこうにもニッチもサッチも自分じゃいかなくて、例えばどっかがもう痛めてしまった後に感覚が全然飛んじゃったとか、そういう方たちがいらっしゃるという、まあ、そういうご縁をいただくことの方が多いかもしれないですね。はい。じゃあまず最初にちょっと教えてもらいたいんですけど、はい、何をやったらいいですか。田辺さん、あの今日軽くバッティングさせていただくのも大丈夫ですか。あ、僕がですか。はい、大丈夫です。で、その高木さんの僕はもうデータを取らせていただきたい。あ、全然全然、はい、若い時とこの年取った時の数値って全然違うでしょ、やっぱり。ところはですね、数値に出てくるアウトプットの部分っていうのは確かに違うんですけど、頭の中に残ってるその自分が使ってたその神経回路みたいなやつっていうのはやっぱ残ってるらしいですよね。で、それが使わなくなったのでちょっと今こう休息してる、休んでるみたいな感じなんですけど、そこにちょっとさらに刺激入れてあげるとちょっとグッとこう上がってくるっていう、はい、こう体の使い方のデータを取らしく中で、おそらくいろんなこう高井さんの中で記憶がこう蘇ってくると思うんですよね。その蘇ってきた記憶を僕らはもうぜひ教えていただいて、うん、それをあの次の世代の子たちに伝えていくという、うん、なるほど。で、それが僕の役割じゃないかなという、はい、まあ、ちょっとやりましょうか。いや、ぜひよろしくお願いします。俺のルーティーンは、はい、こう座席に入って、はい、やっぱ絶対こうやってたもん。ここでこうやってやった。だからルーティーンって面白いね。いそう考えると、はい、その選手の一番いい形っていうルーティーンを決めていくことがやっぱ最終段階になって、